ぱりオメガが勝った帝王賞なんですね。ババが速いんでね、ババが速いんで、そんなペースはどちらかというとスロー寄りなんですよ。ババが速いんで貸してやんなきゃいけないでしょ。3走前の6月の競馬ですよね、これスローですね。それを最高峰から大外回ってんですね。ちょっと出負けで投げ倒してるんですよ、まあ、その時の2着も回って、まあ、前走、チャンピオンで差のないレースやってますから、ね、4着、ね、それで、まあJBC ではデモーラがですね、まあ、下手に乗っちゃってね、あれグリーンチャンネル出てさ、俺はこのオメガからね3連覇いってるんですよ、オメガ当たったのだってデモーラは勝ったと思ったんですね。戻ってきたら馬上でこんなことしやがって俺も一緒に戻ってやってるたまんないよな、負けてるんですよ。写真判定外したんです。本当にね、だけどあのレースも実は勝ってます。あんな魔のね一周1200のあの3コーナーをですよね、外回ってんだよデモーラ、ね、だからね、その辺の比較からもですね、地方ウィザードでしたね、これはもう全然やっぱり現況でもオメガの方が強いんですよ。強い、間違いない。しかも4歳まだ伸びしろあんだろ。メンバーの中で4歳馬は2頭、この辺の一流の男馬は4歳の秋に充実するんです体重に、ね、まあもちろんマセケットがあったりとかいろいろタイプはある程度ありますけど、まあ確率ね統計論的にはそういうことなんですね。でしかも今回ペースがですね、1は逃げなきゃいけない。アポロテネシーもシャドーロールつけてるんでしょ。2走前は3走前は外で勝ってる。揉まれたらダメでこの1枠なんだから抑える競馬はしないだろう。武豊行ったらアウトなんだから、じゃあ行かなかったら行くだろこいつら。三河本のこのね、これも一発ね、ここで手拍子あったんだよね、あったかと覚えてるけど、はいはい、アオーディとか出てて、そんなもの絶対いらない、それで頭硬い、まあ、3年の2万円でしたけど、ど本線になったんだ、ここで覚えてくれる。それでもうポンと出遅れたんだこいつら、これ逃げる計算してる福永は。だけど大外回って刺して勝って、まあ、めでたしだったんだけども、そういう極端なレースが大体ね、外にこいつもだから外に番手で行ったでしょ。だからその KT はちょっと乗り方が三河本の腕だな、難しいんですよ。というのは外から岩田が来るだろう、ロンドンもやっぱりどっちかというと逃げたいんですよ、ね、だからまあでもこれ名手同士だからどうなるか分かんないけどね。でもスローは言えないな、やっぱ速くなるんじゃないの。これはそれで今回のババは外伸びるんですよ、逃げがあんまり決まんなくて、ね、でこれを睨みながらゴールドが行くんですよ。ゴールドはそれを睨みながら腰淡々と、ね、オメガが行くんです。オメガが、ね、それで、まあ、この辺の対立が決まって、これはまあこれ早めに四角で外のピンクの帽子が来ますね。その外からオメガが来るんですよ。だからこれは間違いなくね、JBC の再戦だなる。そうするとまあ右回りだし、この馬場だし、得意の多い距離の2000で、これはオメガがゴールドをゴール前で捕まえる。クビありがとうございます。というのが夜の見解だったの。ゴールドがむちゃむちゃ燃えてて、外からちょっと届かないところが燃えるような気もしなくもしないような感じで、ね、よくやりたかったな、ね、でも俺は、俺に何かあったら俺は必要に全然、ね、だから、オメガからゴールドの2着、ね、いやこの2頭抜けてくるから、マッチレースになります。ややこしい負けにはならないからね。あとはまあ皆さんの判断でお任せしましょう。
Thank you.
ただやはり王者は強い。